土が塗っとると、土が表情もっと温かみのある作品、土味、色々ありまして、そういう萩焼きの中で、色んな表情を持って、土だ表情を持って、またそれに白化粧をかけて、まあ、小引きとかですね、あるいは薬で透明釉、あるいは白萩をかけることによって、いろいろ表情が変化することを、総称して萩の七化けっていうふうに昔から言われてまして、そういうところが、土味、焼き味で変化を飛んで、それが萩焼きの魅力となっています。こんにちは。今回福岡三越で2回目の個展をさせていただく萩の岡田康です。私は山口県の萩市で生まれ育ち、家も代々窯元をやっておりまして、私もそんな中でずっと生まれた時から焼き物、特に萩焼きにですね、触れながら育ってきました。その中で私は自分の作品としてやはり萩焼きを中心に作っていき、またその萩焼きを伝統的な昔からのものを大事にしながら、より新しい自分なりのものも作っていきたいと思い、今淡青釉という淡いブルーの作品なんですけども、そういうものを作ってきてます。前回の個展の時にはその淡青釉と白萩を中心とした作品で作品を展示しまして、多くの皆様にご覧いただき本当にありがとうございました。今回前回の個展から3年経ちまして、私なりに淡青釉、そして萩の伝統的な作品に関しても研鑽を深めていきまして、自分なりに食器、茶道具、そして壺や花器など納得のいく作品を作ってまいりました。ぜひ会場にお越しいただきご覧くださり、また私の作品を手に取って楽しんでいただけたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。